こんにちは、塾のふです。今回の気になる男シリーズは71話になります。70話の方ありがとうございます、たかさん。そして、えー、今度ね、73話も作っていただけるように、その意欲がなくならないように、71話をお送りしたいと思います。ですんで、この後にね、続く第72話もたかさんの方から楽しみにしようかなと思ってるんですけどね、いかがでしょうかね。さあ、それで前回ね、無料プレゼントことについてちょっとお話ししましたけども、それに付随してね、今回も何点かお伝えしていきます。 無料プレゼントを送った後にその無料プレゼントを受け取ってくださった方への最高のプレゼントを追い打ちで差し上げるみたいなね、まあ、そんなことをしたりもしますそして再開するに無料プレゼントの期間終わったんですけどもあと1日だけ設けます何月何日だけですとですので欲しい方は来てくださいといらないよって方は放送そのものを見ないでくださいみたいなやり方をするかなと思いますでそうすることによって 何人の方が見に来たら何人ぐらい欲しがるのかなっていうふうにね制約率を測るかなっていうところですよねそれから「寄り付き率」っていってこういうニュースを報道して何月何日にこういう放送するよっていうふうに予告したらそしたらどのぐらい来るのかなとどれぐらい関心を持っていただけるのかなみたいなことを測ったりもしますかねでプレゼントっていうのは価格がね0円なだけで渾身の力を込めた作品ですよコンテンツですよ でですんで受け取った人が損することはないんですけどもただね求めてない人が受け取るとどんなものでも役に立たないってことになっちゃいますのでやっぱりね必要だと感じてる人を日々の動画発信の中でこうフィルタリングしてらゃいけないのかなと思ってますね、まあ、そんな感じでタカさんの方は人と人との丁寧なつながりを大事にしていくっていうふうに書いておりました、うん、本当その通りだと思いますそしてここでもう一歩私はね考えてるんですけども人と人があ 丁寧ににね、繋がりを大事しそれくっていうのは顔見知りだったりとか何かの中のビジネスの経験があったりとか同じ職場や同じ地域にいるってことが大条件となっていてその上で人と人とのつながりをってことなんですけどもそもそもつながってない人に対してはどういう風にアプローチしていけば深いつながりの第一歩になるのかなっていうところね。 時ほぐしていきたいなとと思うところの一つですよねそれからね無料プレゼントがあるんだったら別に有料プレゼントがあってもいいじゃないかっていうふうな発想ですよね。有料プレゼントって一体何なんですかって感じなんですけどもいやあえてね価格をつけるような商品とか高いものとか。 それかから手にに入りにくいような、ね、価格とかねお笑いとかねお笑いみたいなサンキュッパーみたいなねサンキューセールみたいな感じでやっていくとかわかりませんけども有料プレゼントを作るとしたら一体ねどういうふうな方便とどういうふうな価格とどういうふうな内容になるか、まあ、こういうことも考えていくと結構ね無料プレゼントを作る中で活かせるものが結構見つかるんですよ。ですので今日の放送は非常に短いんですけどもそういったところでね有料プレゼント っていうことを考えた時にどのように作りどのぐらいの価格でどういうふうに訴求していくのかこれをちょっと一緒に考えていければなと思っておりますですのでね次回タカさん有料プレゼントについてちょっとね話していただければ幸いでございますでは本日は以上です